わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は機能性色素材料の研究開発をしている崇城大学工学部の先生を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学工学部ナノサイエンス学科、水木圭二先生の研究室じゃ。一体どんな研究を行っているんじゃ。私が所属するナノサイエンス学科では、化学をベースに、生物、物理など幅広い分野を融合して、新素材、バイオ、環境、半導体などの素材について原子分子レベルで解明、創生、制御する、教育研究を行っています。でその中で私の研究室では医薬、バイオ、電子材料などに応用可能な機能性色素材料について、研究を行っています。分かりやすいのが蛍光ペンとかでやっぱり光を当てて、別の色に光るような色素、そういったものに、目的に応じて、分子の構造を変えたりすることで有機物をいろいろ新しく作り出して、あの機能性色素というものを開発しているような状況ですね。何やら難しそうな話じゃが、具体的にはどういうことをやっておるのじゃ。例えば生体内の薬物を投与したときにどのような動きをするのか、こう追跡するような蛍光トレーサーと呼ばれる材料、それ以外に病気の診断、インフルエンザとかの病気の診断とかに使われる病気の、高感度化、より分かりやすく、より低コストで作れるような発光材料、あとは塗布できる、することで、安く作れるような有機EL用の発光層材料など、我々の日常生活をより良くするための有機物の色のついた材料っていうのを開発研究しています。素材なので、先ほども最初に説明したように学科でいろんな分野が関わってますと。で、私はその中でだからバイオ系の研究材料とか病気の、診断とか、有機の半導体材料とか EL の材料とか、分野がもう結構幅広いので、いろんなところに関わってますっていうのが我々の分野で、私の研究でもありますし、学科全体そのものになります、ね、元々が原子分子のレベル、それを人工的に手を加える、もしくは天然のやつを応用するっていうようなところでやるのもありますし、それをいかに集めてより複雑な機能を出す、目的に応じた機能を出すためのところという意味でナノを制御するというところで、ナノサイエンス学科という名前で、今後の目標はどう考えておるのじゃ。今やってる機能性材料はもちろん続けて、社会をこう改善するようなことでやっていきたいと思うんですけど、今後は二酸化炭素を吸着とか、大気中から分離、あとは二酸化炭素を別の使える材料に変えるような材料を開発することで、環境とかエネルギー問題の改善につながるような材料開発というにも取り組んでいきたいなと考えています。CO2 の話だと、今もう世界中でいろいろやってる中のあれですけども、大気中の CO2 を、より使える、石油材料の代わりになるような CO2 から変えるような材料にしていくというような研究で、それこそ二酸化炭素を減らすっていうところだったり、それを通じて、研究室の学生をはじめ、学科の学生の社会に求めるような、今 SDGs 等の問題等で、関わるような、人材教育と、研究を通した教育研究を行っていきたいと思っています。色素系の方の話で言うならば、より安く、より、例えば薬局で買えるレベルでがんの診断ができましょう、して早めに分かりますとか、今だと郵送してるのが家でできるとか、そういったようなところの、材料の一部を開発したりとか、分かりやすくがんでいうと早期に発見して寿命、生存率を上げるとか、インフルエンザとかコロナにしても早めに分かって、治療がすぐに終わって重症化しないとかっていうようなところにつながっていければなと思って研究しています。崇城大学工学部ナノサイエンス学科、水木圭二先生のこれからの活躍がますます楽しみじゃ。